日本の冷凍食品は1920年に誕生し、1世紀を超えて時代とともに進化し発展を遂げてきました。皆さんお疲れ様です。社会構造が変化し、人々の働き方や食生活が多様化する今、さまざまな世代やニーズに対応した商品が次々に開発されています。冷凍食品はなぜこれほど長く愛され続けてきたのでしょう。ある家族の暮らしを見ながら、皆さんに改めてその魅力をご紹介しましょう。夫婦共働きで在宅勤務するうちの家では、日々の食材の買い物や料理も妻と交代制だ。そんな私がいつも楽しみにして訪れる場所がある。それがここ、スーパーの冷凍食品売り場だ。さて、今日は何にするかな。チャーハン、焼きおにぎりなどの米飯類、うどん、パスタなどの麺類、唐揚げや餃子、シューマイなどのおかず類、弁当用のおかず、野菜やフルーツ、デザート、スナックなど、冷凍食品は実にたくさんの種類があります。袋ごと加熱調理できるものや自然解凍できるものなど、調理方法も実に様々です。お客様のニーズに合わせて多彩なカテゴリーを揃える冷凍食品。その人気の要因の一つは、食べてみて納得する美味しさにあります。美味しさを生み出す秘密を冷凍食品の製造工程を通してご紹介しましょう。ここはお弁当用の冷凍食品として人気のハンバーグを作っている工場です。工場内で徹底されているのは衛生管理。作業員のユニフォームは、髪の毛や糸くずが工場内に入らないよう形状が工夫され、ポケットもありません。工場に入る前に更衣室で体全体にローラー掛けをした後、エアーシャワーを通過、再び体全体にローラーをかけ、手洗いとアルコール消毒、これらをすべて実施しないと工場内に入ることはできません。冷凍食品の美味しさの要因としてまず挙げられるのが、原料を厳選していること。ハンバーグの原料である肉は、あらかじめ決められた品質基準をクリアしたものだけを使用し、骨や筋を取り除く下処理後に X 線検査を行います。検査を終えた肉は、調味料や他の具材を混ぜ合わせ、種を均等に成形します。次にこれらを焼く工程に入りますが、この工場ではより美味しくする工夫をしています。ダブルベルトグリル製法を採用し、一般的な調理法ではできない両面を同時に焼く製法です。これによって旨味と肉汁を中に閉じ込めます。その後スチーマーで中までしっかり加熱することで、ふっくらした旨味のあるジューシーで美味しいハンバーグができるのです。そして次の重要な工程が、作りたての美味しさと栄養をキープするための急速凍結です。急速凍結とは、食品を非常に低い温度でごく短時間で凍結させるので、組織の破壊が少なく、美味しさや栄養をキープできるのです。一般的な家庭用の冷蔵庫の冷凍室では難しい高度な技術です。一般の冷蔵庫の冷凍室でゆっくり凍結させるホームフリージングの場合は、緩慢凍結となり、食品の中の水分が凍った時に氷の結晶が大きくなって食品の組織を壊してしまうので、解凍した時に元の品質には戻らなくなります。
フリーザーでハンバーグをマイナス18度以下に急速凍結します。冷凍食品は一般のホームフリージングではできない急速凍結によって、作りたての美味しさや栄養価をそのまま保つことができます。急速凍結されたハンバーグは自動でトレイに並べられ包装されます。その後、重量検査、異物を見つけるための X 線検査を行った後、箱に詰められます。こうした徹底した品質管理は HACCP と呼ばれる、食品製造における安全確保のための管理手法により、各工場が策定した衛生管理計画に基づいて実施されています。箱詰めされたハンバーグが出荷されるまでの大事なポイントは、品温を常にマイナス18度以下に保たれた状態にすることです。マイナス18度以下だと、腐敗や食中毒の原因となる微生物が活動できなくなります。また化学変化も遅くなるので、保存料なしでも長期間の保存が可能になり、品質が保たれるのです。マイナス18度以下の品温は、保管倉庫や運搬するトラック内はもちろん、さまざまな流通過程を経て、皆さんが商品を購入するまで保たれます。そして家庭でも常にマイナス18度以下に品温を保つのが、冷凍食品を美味しく食べるためのポイントなのです。ただいま。おかえり。お母さん、頼まれた冷凍食品買ってきたよ。ありがとう。冷凍庫入れといて。はい。美味しさはもちろん、使ってみてわかるさまざまなメリットがあるのが冷凍食品です。私たち家族の暮らしに冷凍食品が欠かせない理由、それは何といっても料理の時間が短縮できること。これまで時間をかけてやっていた下ごしらえなどの調理の準備を、冷凍食品は工場ですでに済ませてくれているからです。おかげで時間を有効に使えて大助かりです。自分の仕事や趣味ももちろんですが、以前より家族とコミュニケーションが取れる時間が増え、生活そのものが楽しくなった気がします。食事の準備の時間が短くなっても、美味しさや栄養価はしっかりキープ。これが冷凍食品のすごいところ。また昼食や夜食も食べたい人が簡単に作れるのもいいですね。冷凍食品は私たちにとって手抜きではなく、手間抜きで料理ができる、暮らしに欠かせない存在なんです。おじいちゃん、ご飯だよ。はい。噛んだり飲み込んだりする力が弱くなっているおじいちゃんには、冷凍食品を使って工夫した食事を作っています。例えば家族のメニューがシュウマイだったら、おじいちゃんの分だけちょっと柔らかくしたり、あんかけをするだけで食べやすくなります。おじいちゃんは私たち家族と同じものを食べられて嬉しいと言っています。キッチンで出る食材のゴミが少なくなったのも嬉しいメリットです。冷凍食品は衛生的に包装されているし、必要な量だけ使うので食品ロスがなく、キッチンをいつもきれいに使えています。冷凍食品を美味しく食べるポイントは、正しい取り扱いです。注意すべき取り扱い方法をご紹介しましょう。売り場でまず確認するのは、ショーケース内の温度計がマイナス18度以下を指しているかどうか、そして商品についているこのマークです。これは日本冷凍食品協会の認定証マーク。当協会が運営する冷凍食品認定制度の認定基準に適合した工場で製造された信頼の証となります。日本冷凍食品協会は厚生労働省より依頼を受け、冷凍食品事業者向けに HACCP に基づく衛生管理のための手引書を作成しました。この手引書は厚生労働省のホームページにも公開され、広く活用されています。一人暮らしを始めた僕の生活には、
冷凍食品が欠かせない。家に持ち帰ったらすぐに冷蔵庫の冷凍室に保存する。冷凍食品を調理するときは使用する分だけを袋から取り出して解凍します。残りは空気を抜いてしっかり閉じ、すぐに冷凍室に保管します。以前僕が失敗したのが調理する時の解凍の仕方だった。電子レンジのオート機能に任せてしまい、熱いところや冷たいところなど解凍にムラができて全然美味しく食べられなかった。あれ、なんだよこれ、全然できてないじゃん。冷凍食品は種類によって解凍・調理方法が異なります。パッケージの注意書きをよく確認しましょう。電子レンジ調理ではワット数に応じてどれくらいの解凍時間にセットすべきかなど、取れたて・作りたてを一番おいしく召し上がっていただくための調理方法が必ず書いてあります。電子レンジ内に置く場所も指定している場合があるので注意しましょう。電子レンジによる解凍以外にもフライパンによる加熱、自然解凍など様々な解凍方法がありますので、いずれも注意書きをよく確認しましょう。いただきます。やっぱうめえ。久しぶり。はい、これ。お、いつものね。メニューが多彩、簡単便利、手間抜きで時間を有効活用、そして美味しい。人々のライフスタイルの変化を捉え、常に時代とともに進化してきた冷凍食品。冷凍食品メーカーはこれからも技術力を磨きながら、皆様に愛される商品作りにチャレンジし続けます。皆さんの暮らしに寄り添う存在として、ぜひ冷凍食品をご活用ください。